はい、こんにちは、シャスカです。今回は FX の口座開設に関してお話をしたいと思います。まあ、いよいよ私もですね、FX っていうのを始めようと思って、勉強を進めているところです。で、FX っていうのが何かっていうのがわからない方のために簡単にお話を しますけれども、FX っていうのはですね、外国の通貨を、売買することです。例えば日本の通貨って言えば円、アメリカの通貨といえばドル、ヨーロッパの通貨といえばユーロっていうふうに各国で扱っている通貨が違うわけですけれども、その通貨を売買することで利益を出そうというのが FX なんですね。で、ものすごく簡単なことを言えば1ドル100円で1回円をドルに変えると、で、1ドルが100円から1ドル110円に上がった時に円に戻すと、まあ、差額が10円儲かるっていうのが一番シンプルな FX の仕組みになります。で、あとの特徴としてはですね、金利差を利用するということで、日本の場合は銀行に現金預金をどれだけ預けていても金利っていうのはもうほとんどつかない、ゼロに限りなく近いぐらいしかつかないわけですけれども、外国の場合は 1%、2%、3%、4%、5% っていう金利がつく国もありますので、まあ、日本で現金預金を眠らしておくのがもったいないと、どうせ眠らせるんだったらその外国で置いといて、で金利の分資産を増やすという考え方もあります。で、あと FX の最大の特徴と言われるのがレバレッジっていうものなんですけど、テコの原理ですね。例えばその口座に証拠金が10万円しか入ってないんだけど、10倍のレバレッジをかけると100万円の取引をすることができると。で、これは当然リスクとリターンはありますので、逆にその10倍の損をする可能性もあるので、まあ、初心者はレバレッジをかけないのがおすすめです。で、まあ、実際法律の改正も入っていて、法律で最大50倍までと、で次の法律の改正で25倍までということで、レバレッジに関しては規制も入ってきていて、まあ、今は法律的に25倍ですけれども、全くの初めてということであれば、まずはレバレッジをかけずに FX の知識をしっかりと身につけてですね、あとそのご自身の感情のコントロールっていうのがしっかりできるようになってからの2段階目として考えるべきことです。で、まずですね、その少額で、まあ、その口座を開設して少額でレバレッジをかけずに、まず FX っていうことに関しての知識を増やし、仕組みをちゃんと知った上でですね、なおかつ自分自身感情のコントロールができるっていうことであれば、レバレッジをかけて取引をするっていうのも一つの選択肢にはなっていくということになります。まあ、いずれにしてもですね、どの分野もそうなんですけど、その分野で利益を出すとか成功するってなった時には、知識と感情のコントロールっていうこの2つは絶対にセットなので、それができないうちはですね、少なくてもそのレバレッジをかけるみたいな、その投資ではなくてギャンブルのような形に走るのだけはやめた方がいいです。そうではなくて、単純にですね、今現金預金に余裕があるので、まあ、金利差を利用して外国のお金に変えて、金利で資産を増やしていくとか、もしくは長期的な目で、円高傾向、円安傾向っていうのをしっかりあなたが分析できるのであれば、ある程度長期でその資産を増やしていくとかっていう、まずはそこの大元の考え方から始められることをお勧めしたいと思います。で、実際 FX を始めるってなるとですね、その口座を開設しないといけませんので、その口座開設に関してはこちらの口座をご紹介させていただきたいと思います。口座開設自体は FX をするしないは別にしてもですね、無料でできますので、よかったらですね、この動画の下にある紹介ページをあなたの目でしっかりと確認をしていただきたいと思います。はい、今回は FX の口座開設に関してお話をさせていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。